上川隆也さん。トップクラスの俳優にもかかわらず、今までスキャンダルがほとんどないのが不思議なくらいですが、正直プライベートはあまり知られていません。気になるので調べてみると、そこには想像もできない意外な姿があったのです。上川隆也さん、すでに55歳だったんですね。出身は東京都八王子市で、学歴は中央大学経済学部を中退。なぜ大学を中退したのかのそもそものきっかけが、演劇に打ち込むために演劇集団キャラメルボックスに入団して本格的に俳優人生をスタートしたからなんだとか。その5年後、 NHK ドラマ大地の子の主役に抜擢されブレイク。その舞台仕込みの演技力を高く評価され、主役が上川でよかったとまで原作者に言わせるほどの演技もあって、その後は順調にドラマや映画、舞台やバラエティで活躍しています。真面目な役ばかりでなく、コミカルな役もこなす幅の広さで、人気アニメの実写版ドラマのエンジェルハートの主人公冴羽涼役もハマりましたが、上川さんといえば何といってもこの1月放映分が第6シーズンとなる大人気刑事ドラマ遺留捜査の主人公糸村聡役の僕に3分だけ時間をくださいというドラマ後半の決め台詞を聞くと、いよいよこれから仕上げだなと思いますよね。これだけの2枚目俳優で人気がありますから、共演女優と噂になる確率が高かったようです。過去に噂になった相手には、松嶋菜々子さんや仲間由紀恵さん、竹内優子さんとはバリでフライデーされてもいます。なかなかの大物キラーですよね。逆に言えば、いい作品に出てる証明かもしれません。さて、モテモテの上川隆也さん、結婚やお子さんはどうなっているのでしょうか。奥さんは一体誰なんでしょう。ちなみに、上川さんの理想の好きな女性のタイプは、銀河鉄道999のメーテルと、夏目雅子さんだとおっしゃっていましたが、夏目雅子さんはわかるのですが、メーテルと例えるところなんかは、自他ともに認めるがちの兄オタの、彼らしい表現かもしれません。しかし、いくら探しても、5年の交際期間を経て、2009年に結婚されているのはわかるのですが、奥さんの詳細な情報はありませんでした。さらに調べていくと、奥さんの情報を明らかにしていないのには、想定外の理由があったのです。周辺情報から奥さんと思われる女性は、劇団東京フィギュアに所属していた元舞台女優で、釈由美子さんに似ているということや、19歳年下であるということからも、古賀糸翼さんという女性で、ほぼ間違いないと言われています。しかし、さらに決定的な状況証拠が判明したのです。しかも、それがとんでもないものでした。一体どういうことかというと、上川隆也さん本人が言ってましたが、奥さんは結婚前に原因不明の難病を発症されていたということなのです。それが奥さんである証拠と言われているのです。実際、古賀糸翼さんの個人ブログには、原因不明のウイルスに侵されて、病院で精密検査を受けたことが綴られていて、その後に更新がストップしており、明確な病名は公表していませんが、難病はこの後に判明したのでは、そう言われています。ただ、上川さんが公表したコメントでは、病気の進行において、今が大切な時期と、医師より指示を受けておりますので、彼女周辺への取材はご容赦いただきますよう、固くお願い申し上げます。と直筆署名で出されていましたので、ただごとではないのは確かとわかります。いろいろな憶測はありますが、その気になる病名とは、膠原病ではないかと言われています。膠原病とはウイルスに侵されて、風邪をひいた時などにも、発症することもあるようで、少
少し前までは原因不明の病で、激痛ほかいろんな障害を伴う病だそうです。現在では外出ができるまでに回復され、事務所社長をされているので安心しました。しかしそれでも難病を承知の上で、上川さんが結婚を決意した理由が難病に苦しむ彼女を支えるためだったなんて、もちろん愛しているからこそなのでしょうが、まさにリアルサイバリョーバリの男前、そう思ってしまいますよね。男にあふれる上川隆也さん、実は守るべき命がもう一つあったのです。それは溺愛する愛犬ノワール。実はノワールとの出会いに守るべきその理由があったのです。その出会いとは、実はノワールは雑種の保護犬で、譲渡会を訪れた上川さんと出会った際に、ノワールが上川さんのところにやってきて、口元をペロリと人舐めしたことで、その愛嬌にイチコロとなってしまったのだとか。引き取られなければ先の人生がなかったノワール、出会うべくして出会ったのが上川隆也さんだったのかもしれません。奥さんといい、ノワールといい、上川さんの人となりがわかるような気がします。余談ですが、上川さんほどの俳優になると、友人も俳優の唐沢俊明さんとか、意外なところではグレイの拓郎さんなどの大物なのは当然なのですが、意外な証言が出ています。二人から上川さんはこう呼ばれているそうです。ツッコミ星人、どんだけボケても必ず突っ込んでくれるからだとか、男前な上に面白いなんて最高ですよね。上川さん本人だけでなく、上川さんの母親はあの大物と縁があったのだとか。その大物とはユーミンこと松任谷由実さん。実はお母さんは結婚前にユーミンの実家の老舗の呉服店で勤めていたそうです。ですが80人もいる社員の一人でしたから、まだ幼かったユーミンは覚えてなかったのだとか。後に上川さんが芸能界デビューして、母親が世話になったことを挨拶しに行った時に知ったのだとか。まさにどこでどうつながるのか、人間の縁ってわからないものですね。上川隆也さん、奥さんのご病気のこともあってか、お子さんはまだいらっしゃらないようですが、お二人とノワールがこれからも幸せであることを祈ります。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は上川隆也さん、あなたがシティハンターのサイバー寮の役に出会ったの、必然のことだったのかもしれませんね。これからも応援していきたいと思います。そして幸多からんことを。それではまた次回お会いしましょう。